アトミウムから見下ろした博覧会場パレードサントネール。1935年ブリュッセル万博の際に建設され、1958年でも利用されたフィリップス館日本館1958年のブリュッセル万国博覧会は、1958年4月17日から9月19日までブリュッセルで開催された国際博覧会である。 第二次世界大戦後初めての大型国際博であった。テーマは科学文明とヒューマニズム。42カ国と10国際機関が参加し、会期中4145万人が来場した。ブリュッセル都心から7キロメートル北西にあるエゼルに、ある2平方キロメートルの土地が会場となり、完成までの3年間に1万5000人の労働者が建設に携わった。 シンボルタワーとして、鉄の結晶の巨大模型、アトミウムが建設され、博覧会の後も残され、ブリュッセルのシンボルとして親しまれている。エゼルは1935年ブリュッセル万博の会場でもあり、エゼル競技場やミニチュアパーク、ミニ、ヨーロッパなどもある。ブリュッセル万博は現代建築と現代音楽の融合の場でもあった。エドガー・バレーズが作曲した電子音楽。 ポエムエレクトロニックは当時リコルビュージーのもとで建築家として働いていたヤニス・クセナキスが設計したフィリップス館の各所に設置された425個のラウドスピーカーから流された。建築家、前川国夫の設計によるものでテーマを日本の手と機械として伝統工芸品と戦後復興に伴い成長、著しい機械産業や電子機器産業の製品を展示した。 閉幕後に建物が金賞を受賞したほか、神経スコーによる永久磁石を使用した電子顕微鏡を含む展示品の計51点が表彰を受けた。ありがとうございます。